各来実は、茨城県水戸市出身のプロ野球選手。ポジションは、外野手。水戸商業高校では、高校同期の豊田康光らと共にクリーンアップを組み、一塁種、三番打者として、活躍、控え投手としても起用される。1951年周季関東大会県予選は、決勝で、龍ヶ崎一校に敗退。1952年の春季関東大会では、 準決勝に進み、エース修ュ・スケヒロを擁する湘南校と延長15回の熱戦の末に、さよなら負けを喫する。同年の夏の甲子園に出場。1回戦で、鶴校のエース野党高尾を打ち崩し2回戦に進むが、成田校に敗退。この試合では、エース高畑正森をリリーフして、甲子園初登板を果たす。1953年に、読売ジャイアンツへ入団。 第2期黄金時代の巨人にあって出番に恵まれなかったが、1955年に一軍に定着し5月から13試合に先発出場。同年の南海との日本シリーズでは1勝3敗で、迎えた第5戦に、守の藤尾茂と共に先発に抜擢される。角来は7番左翼手として起用されて、尾畑正春から敵時にル塁打を放ったのをきっかけに、シリーズで打率。 455を記録し、巨人の逆転日本一に大きく貢献した。翌1956年には、左翼手として51試合に先発出場。うち15試合は3番打者として起用され、9本類打29打点のキャリアハイの成績を残した。しかし、外野の守備練習中に、宮本俊夫と衝突して負傷。これが元で膝に、水が止まるようになり、 1957年以降は、坂崎和彦の台頭もあって、出場機会が減少する。1959年、岩本隆が大量に放出されたことから、拡来は81試合に出場するが、打率。174の低打率に苦しんだ。同年オフに、竹下光を、十字慶史らと共に、巨人時代のチームメイトの千葉茂が監督を、 勤めていた近鉄バファローへ移籍。1961年には、中堅守として45試合に、先発、6本塁打を放つも打率、170と低迷、同年限りで、千葉と共に対談した。引退後は、水戸に戻り下宿屋を営んでいた。高校の後輩である、大久保博士元が下宿していたことがある。高校時代のチームメイトであった、豊田康光が、 西鉄ライオンズで、すぐに、レギュラー、主力打者となり活躍した一方で、角雷は、巨人の豊富な外野人の壁に阻まれ控えに甘んじた。しかし、角雷には、打っても守っても走っても、天才を思わせる、鋭さがあり、素質は、角雷の方が、はるかに上だったとの評価がある。また、当時ナイターが増加していた時期だったが、角雷は、野毛症であったため、 これも体制できなかった原因とも評された。見とっぽらしく男性的な雰囲気で丹純を着込んで新マリコにあった花街をのし歩いている姿はなかなか貫禄があった。下手者を好み、渋谷に飲みに行くと焼き鳥屋で鳥のとさかの酢漬けを好んで食べていたという。ありがとうございます。